さて平成2年新進ジャイアントシリーズ、全日本プロレスのレスラーズは元気にサーキットの旅を続けています。さあ豊橋大会メインイベント、鶴田歌舞伎タイガーマスク組対天竜川田サムソン風紀組の対決であります。さあ正月マットからこの90年も熱き心を 100% 出し切っている天竜同盟、天竜を筆頭に川田サムソン風紀が入場してまいります。今夜の豊橋大会も正規軍相手におそらくバリバリ行くでしょう。天竜のファイトには音がするとファンは言っています。ビシバシと音を立てながらのファイト、あの高木選手が目を覚まされました。今夜の勝負は旧決起軍の、復活タイガーマスクがいます。おそらく天竜は狙っていくんではないでしょうか。ぬるま湯に浸っているレスラーは性に合わない天竜、天竜の90年も非常に怖い。天竜源一郎、川田俊明、サムソン冬木登場。60分日本勝負の名イベント、鶴田正規軍はこの激動の年90年にまずは内容充実のスタートでございます。今夜は見事にカムバックしたタイガーマスクをトリオに加えました。相手は90年マット炎の幕開け天竜同盟の軍団と激突いたします。絶対的な強さを見せる、それがジャンボ鶴田の90年のテーマでございます。そして年賀状には努力と書いてありました。天才鶴田は努力しています。さあタイガーマスク先頭、2番手ザ・グレート歌舞伎、そしてジャンボ鶴田、さあタイガーマスクが豊橋のリング上に舞います。メインイベント60分一本勝負、ムード最高潮豊橋大会。本日のメインイベント6人タグマッチ60分一本勝負を行います。ラウコが240ポンドサムソン冬木、天竜同盟サムソン冬木、アジアタッグの王者、乱世の90年何をアピールするか、川田俊明、あくまでも天竜同盟で行くでしょう。川田90年激しく指導、炎の天竜です。90年も燃えています。仕事師ザ・グレート歌舞伎、復活トラ戦士、相手は今夜天竜だ。タイガーマスク90年もポリシーを持って戦っています。ジャンボ鶴田60分の一本勝負、いよいよ名イベント、鶴田正規軍に復活タイガーマスクが加わりました。馬場さん、まずこの勝負見どころからお願いします。そうですね、まあ、タイガーマスクがね、カムバックできたんですけども、はい、今日は肩に絆創膏をやってますね。そうですね、やっぱり肩を痛めてるんでしょうね。痛めてるんでしょうね、やっぱりまだ足をかばってるんでしょう。はい、馬場さん、タイガーマスクの場合は前回の放送席では着地が心配だなということを言ってましたけども、まあ、それも心配がなくなったみたいなんですけども、はい、やっぱりまだかばってはいるんですね。あ、そうですか。で、まあ、徐々にその足の方は良くなってくると思うんですね。はい、さあまずその注目の足、着地あたりを見てみたいと思いますが、しかし右の肩、大きな絆創膏が気になります。すでに天竜同盟とは大阪府立体育会館で勝負をいたしましたが、天竜さんと相対した時には非常に怖かったとタイガーマスク漏らしておりました。さあ天竜対タイガーマスクのテレビでの放送は約1年ぶりでございます。さあ天竜同盟、早いつなぎ、サムソン冬木から川田俊明、ニールキックを浴びている。さあタイガーマスク劣勢をどこで挽回するか、飛んだヘッドバット、空中ヘッドバット。さあまずはペースを握ったタイガーマスク、待っていた。さあおっと、風車式のバックブリーカー、これまた決めたぞタイガーマスクだ。天竜がここで飛んでくるんです。これね、技が一つ一つ決まってくるようになりましたね、はい、あ、なるほど、そうですね、うん、そうですね、まあ、今夜の天竜同盟の狙いはタイガーマスクただ一人かと思いますが、さあそうなりますと頑張らなくてはいけないのがザ・グレート歌舞伎とチームリーダージャンボ鶴田であります。さあザ・グレート歌舞伎がここで登場、サムソン冬木は場外、川田の体当たりこらえた。さあザ・グレート歌舞伎、また技が光り出した、スライディングしてのレッグシザース、また持ち上げた、なんでいくか、膝十字、完璧に決まっている。天竜がここで出てくるんです。天竜が歌舞伎を意識している90年いった、両者の対決始まった。鶴田も加わった、タイガーマスクも加わった、6人入り乱れての豊橋大会メインイベント、すごい勝負になってまいりました。熱く燃える。天竜が一層握った、危ない、正面から一層攻撃、正面から打ちました、ペイントがこれで剥がれたかも
しれません。またガンガン行きます天竜、すごい勢いで行きます。さあどうだ、これ一発でひょっとしたら歌舞伎流血したかもしれません。苦しくなりました。歌舞伎が狙い撃ちされました。歌舞伎が狙い、ああ流血だ、やはり流血です。さて馬場さん、ちょっとこの勝負はタイガーマスクが狙われるかと思ったんですが、意外や意外、あーっと霧を吹いた、ドッキリを吹いた、グリーンのドッキリを吹いた。グレート歌舞伎選手が馬場さん狙われたんですね。まあ狙われたというよりもちょうどあそこに流れ、ね、そうですね、流れの中ですね、はい、流れの中ですけども、椅子をね、はい、椅子で打たれたのがちょうどそこに歌舞伎が、いや本当ですね、はい、さあちょっとこの正月シリーズはこういうシーンは見られませんでした。さあ一気にザ・グレート歌舞伎を潰しに行きます天竜同盟。天竜同盟の作戦はここにあったんでしょうか。タイガーマスクもずっと戦況を見ています。ジャンボ鶴田のまだ出番はありませんが、さあグレート歌舞伎の額が切れました。これは大変なことになりました。流血でありますザ・グレート歌舞伎。しかし馬場さん、歌舞伎選手は忍耐力も十分に持ってますからね。そうですね、まだこれから反撃見せるでしょう。さあ拳を固めたぞ、あっとやっぱまた今度はしかし川田も返した、ヘッドバットで返した、おーすごいすごいすごい、ヘッドバットハンダース攻撃、そして天竜につなぐんです。さあ天竜が再び出てまいりました。天竜の勢いのいいチョップの洗礼を受けます。ザ・グレート歌舞伎、大のアッパーブローが当たっている。さあどうだ、あっとアッパーブローとそれからチョップの応酬になりました。さあ左で返す、左で返す、ここでパートナーのタイガーを呼び込むのか。しかし一人で戦おうとしております、このザ・グレート歌舞伎であります。この猛烈果敢なファイトというのは本当にファンの感動を呼びます。ザ・グレート歌舞伎、いつまでもいつまでも戦ってもらいたいと思います。歌舞伎がしかし一人ターゲットにされました。シックスメンタッグマッチでありますので、ここはドームバトルではちょっと勝ち目がありません。川田が出てまいりました。アジアタッグの王座を防衛しました。その川田俊明、ここでダイビングタッチ、タイガーマスク飛び出した、キックだ、ミドルキックだ、そしてうまいスピンキック、逆回転のスピンキック、相手は天竜だ。さあ天竜と大阪で対決して、久しぶりで対決して怖かったと言っておりました。やはり天竜さんはすごいですよとこう言ってました。さあ今日はケレミのない勝負を挑みそうだ。前に前に出る、前に前に出る、そしてまたスペインキック、当たった当たった、いい当たり、これはいい当たり、一発で天竜を倒した。さあまだまだ勝負は馬場さん序盤戦ですけど、相手が天竜に変わった時点でタイガーマスクどうでしょう。いや、あの、はいはい、わざわざ冴えてますよ。冴えてますか、はい。この90年の正月2日に復活、そして松山、大分、大阪、箕面の地方保証サーキット、地方の馬場さん、タイガーマスクへの、まあ、反応はどういう風に現れてましたでしょうか。まあね、やっぱり、はい、怪我を、ね、克服して戻ってきたということでね、拍手喝采を浴びてますよね。そうですか、はい、期待十分のそのタイガーマスク、レスリングそのものは以前のタイガーマスクらしさが出てきた感じがいたします。まあ、実践的な勘という点ではもう大丈夫でしょうと多くの記者団に聞かれていましたけれども、まだ70点ぐらいですよということを言ってました。しかし解説のジャイアントパパさん、着地のバランスはもういいということであります。さあ本人は一刻も早くあの鶴竜の中に割って入りたいと言っておりますが、この豊橋でとうとう実現いたしました。再びその天竜との対決を迎えています。さあ力はどの程度戻っているのか。さあっとスローイングして、今度は足を当てました、足を当てました。そしておっと、あっと、あっと、馬場さん、あれですね、肩にかかってました、張られてました、絆創膏あの剥がしてしまいましたね、天竜選手がね。タイガーの肩が悪いんでね、はい、タイガーは固定してるんでしょうけども、はは、さてさて、こうなりますとタイガーマスクの攻撃力がひょっとしたら落ちるかもしれませんが、その肩めがけまして集中モード、これが天竜らしさ、また激しさを見せています。可愛がっています、タイガーマスクを可愛がっています。そして川田俊明へのつなぎが見られました。さあタイガーマスク頑張れ、タイガーマスク頑張れ、タイガーマスクはどういう技を見せるんでありましょうか。相手は川田に変わっています。皆さん、今年90年に復活したタイガーマスクですけれども、まず第一の全日本プロレスの中での役割というのは何があるんでしょうかね、タイガーマスクは。役割はね、もうそれ自分の役割なんてことはね、考えたらいけませんよ。もう自分も上出ていくんだというね、ジャンボ天竜に向かっていくんだという気持ちでね、行かなきゃいけないですね。なるほどね。自分の役割なんて言ったら、その強くならないんですよ。わかりました。まあ、ヘビー級選手として三冠タイトルへの殴り込み、これでしょうか。そのタイガーマスクでやります。
あのタイガーマスクがひとまずリングを離れていた間に馬場さんね、あのクロファットとかファーナスでしたとか、あるいはマレンコ兄弟が急成長を遂げましたよね。そうですね、タイガーマスクもおそらくこれから当たっていくと思うんですけれども、タイガーマスクの今度は本当のパートナーというものが馬場さんちょっと大事になってきますね。小橋がね、はい、その小橋割りかと強くなってきましたのでね。なるほど、なるほど、楽しみですね。まだね、小橋をパートナーにして、はい、オリンピックスに向かうとか、はい、というところはね、まだここまでいかないと思うんですね。徐々に徐々に上がりました。さあ、やっとジャンボ鶴田が出てまいりました。ジャンピングに、そして天竜に向かいます。天竜とジャンボ鶴田、天竜も入ってきた、天竜も入ってきた、激しい応戦。鶴田順風満帆の90年スタート。さあ、もう一回ジャンピングに、これが天竜の顎を砕きます。天竜早く全日マットに流血の火をつけました。全日本マットに取りまして、そしてファンにとってこの訴えるパワーというのはこの2人最大の力を持っています。すごい人間風車だ、ジャンボ鶴田。やはり天竜と鶴田です。一味も二味も違います。リングが狭く見えます。さあ、その間に鎌田が詰まります。この、ね、大きな体をしていてね、スピードがあるんですよね。攻めてね、攻めて攻めて、その攻めに行く時のスピード、抑えに行く時のスピードがね、はい、そうですね。まあ、ジャンボ鶴田と天竜の、まあ、戦いというのは小林さん、あれですね、全日本マットだけではなくて日本マット界全体の最高級のファイトでしょうね。そうですね、本当ですね。いや、あのね、はい、もうアメリカ行ってね、アメリカ行って試合を見ててもですね、これほど激しい試合をする選手はいないですね。そうなんですか、ね、はい、楽しみですね。また今年も90年も、まあ、最大のビッグカードになるでしょう。天竜対鶴田、さあ、パートナー同士の戦いが今始まっています。キッチンシンクで相手を寝かせました。さっきの序盤戦では相当痛められました。今夜のザ・グレート歌舞伎、額から血を吹き出しております。今は 血がもう固まってしまいました。激しい勝負であります。ザ・グレート歌舞伎、本当の仕事師と言えるでしょう。ザ・グレート歌舞伎、90年も元気です。本当によくやっていますね、馬場さんね、歌舞伎選手は。そうですね、ここでタイガーマスクを引っ張り出しました。さあ、タイガーマスクの復活を占う意味でも今夜の豊橋大会が大事。ジャンピングキックも当たっている。大きな技を使い出したぞタイガーマスク。次なる技は何だ。おー、ハイキック、横から蹴ります。ハイキックも当たりました。そのタイガーマスクであります。技はいろんな角度から出ます。馬場さん、技は先ほどご紹介がありましたけど心配ないですね。ないですね、ないですね、はい、いろんなバリエーションを持っております。そのタイガーマスクであります。この正月に復活して前方回転の円錐切りなども見事に決めました。そのタイガーマスク、そしてチームリーダージャンボ鶴田へのつなぎが見られました。ジャンボ鶴田の相手は川田俊明。すごい勢いで叩きつけました。まさに天才的なバレ、ジャンボ鶴田。最近は鶴田選手のことを馬場さん、あるファンはあまりにこのスタミナがあるんでザトペックという人がいるそうですよ。そうですか、さあ、2人の攻撃、ラリアットは天竜、チョンプは天竜、もう1回天竜、頭を取った、コーナーに投げつけた、これまた天竜、そして天竜同盟3人、おっと2人です、2人でジャンボ鶴田に挑戦。さあさあ、サムソン・フユキが持ち上げるダブルブラックスター。鶴田沈んだ、天竜のエルボー。さあ、天竜同盟だ、激しく当たります。うわ、2発目すごい競争、天竜の競争、そしてサムソン・フユキに次なる技を命じました。さあ、鶴田気がつからフライングボディアタック、潰した、潰した、どうだ、鶴田からまさか、鶴田が返します、鶴田返します。さあ、サムソン・フユキと川田俊明のこのフットルースも、もう正月早々アジアのベルトを、守りましたので、もうすでに体中通してみなぎっています。さあ、川田を相手にするタイガーマスクだ、タイガーマスクが、おー、フライングラリアット決めた。これはいい技、バチッと音を立てて崩れ落ちた。今の技、馬場さん、いいですね、よく当たりましたね。左のラリアットです。そしてもう1回風車が高か、風車式か、そのまま落とした、サイドに落としました。さあ、サイドのスープレックスを見せました。タイガーマスク、いろんな技を出しています。本人は試運転の気持ちなんでしょうか。しかし、私ども放送席から見ますと 100% 完成されている、そう言っても過言ではありません。タイガーマスク、そしてゆっくりと相手を持ち上げて、さあ、ズームスの式のパイルドライバーに出ました。ジャンボ鶴田でやります。がっちりと抑え込みます。
面白い勝負であります豊橋大会力がみなぎるメインイベント天竜同盟対鶴田誠貴君の対決何か後半波乱がありそうなそんな気配であります最初に潰されたのはザ・グレート・タヌキ期待から血を吹き出していますさあ鎌田が追いかけるラリアット鎌田のラリアット至近距離から当たった誰につなぐか天竜につないだ不意気ではありません天竜につなぎました左のアッパー右のチョップ左のアッパー今度は右のストレート左のアッパーブロー追い込んだ天竜追い込んだ手元で手が出ない天竜手が出ない体が左右に開きます左のアッパーブロー当たっている豊橋のお客さんからざわめきが聞こえますすごい勢いだ天竜打たれましたここでタイガーにつなぐんですうまいタイガーにつなぎましたタイガーマスク対天竜ですさあどの程度復活してるんでしょうか本当の力は天竜との対決で分かるはずだ押し倒した天竜が押し倒したボディスラム叩きつけたさあタイガー逃げられるかあっと届く選手2台のアッパーを出したさあまたコンセプトよまたコンセプトよ今試合の権利のあるのは天竜とタイガーマスクだ天竜とタイガーマスクが試合の権利がありますが6選手入り乱れて場外に突き落としたジャンプもこれに加わりますタイガーマスクが今、リング上で倒れている川田を突き飛ばしたもう一回タイガーマスクの勝負見られるかどうか天竜やっと落ち着きましたちょっと馬場さん荒れてきましたね勝負がねそうですね、さあ豊橋大会復活を占うための、タイガーマスクの華麗なる技をじっくりと見たいと思いますがさあ天竜からサムソン、冬木へつながりましたさあものすごいトップロープから持ち上がって首を潰しに行きますサムソン冬木でありますさてタイガーマスクが打ち込まれておりますがここからどういう風に復活してまいりますか今スクと立ち上がったぞ正面を向いたぞしかしボディスラムで打たれたタイガーマスクさあ今は攻め込まれていますギロチンドロップの洗礼どこで跳ね返すかさあ虎戦士ヘビー級三冠へ割り込みたいそのタイガーマスクさあちょっとマスクを気にしているここで川田にタッチでやりますさあ今日の大事な一戦相手が天竜同盟との一戦タイガーマスクテレビでお届けするのは、1年ぶりということなんですけれどもここまでタイガーマスクの復活ぶり馬場さんどうでしょういや、はい、別にもうどうこういうとこはないと思いますねそうですかはい分かりました 100% 復活と見ていいタイガーでありますさあこの後もお正月の大会でも天竜同盟との対決が見られますし再来週の、上田大会でもタイガーマスクをご覧いただくことになっておりますさあトラースキックが出ましたまた額から血が一筋流れ出ておりますバックを取るか正面から左のアッパー待ってました今度はミドルキックキックで返すアッパー対キックださあミールキックは失敗今度はフライングボディシザースドロップ空中同時め天竜間に合ったもう一回抱き起こすパワーボムの洗礼を受けそうだ危ないパワーボムおっとうまく外した今度は蹴り返すロープへ押し付けようとするさあ今度はタイガーマスクがまた外に飛ばされたタイガーマスクが外に飛ばされたスライディングキックで、ザ・グレート・カブキを場外に送り出したリングの中はジャンボ・鶴田と川田リングの中はジャンボ・鶴田と川田でありますちょっと試合の行方が分からなくなってまいりましたタイガーマスクは相当痛められております勝負は今15分が経過ちょっと混戦模様のシックスメンタッグマッチでありますがさあ冷静に、行きたいと思いますがジャンボ鶴田が鎌田を捉えている場外タイガーマスクは相当ダメージを受けているようだスリーパーホールドでそのまま裸締めで落としましたさあ和田レフリーも非常に忙しくなってまいりました馬場さんちょっと見たいんですがここは勝負の権利のあるのはグレート歌舞伎選手じゃないでしょうか ね, そ う, ねそうですね、はい、そうですねレフリーがそういう指示をいたしましたさあグレート歌舞伎と天竜だまた激しくやり合いました試合再開であります大きなチョップ天竜またまた炎のチョップだ大のアッパーで回数2連発3連発いった全くディフェンスできません天竜それだけあのアッパーは速いんでしょう全くディフェンスできません防御できません倒れました天竜が倒れましたすごいですねこの歌舞伎選手の左のアッパーのスピードというのはね馬場さん防ぎようがないですねそれだけ速いアッパーブローでしたそしてこれは完全なるタッチタイガーマスクへのつなぎでありますさあ 100% 全開のタイガーマスク復
帰して早々のあのキッドスミスとの2連戦、まあ試練を十分に味わったそのペンガーマスクであります。もう完全に立ち直りました、復活いたしました。さあちょっと右手を気にしております。さあサムソン冬木を倒した川田が飛び込んでくる。相手は天竜同盟、相手にとって不足なし、今日こそいいところを見せて完全復活をファンに訴えたい。そのタイガーマスク、そしてジャンボ鶴谷下にネックグリーカードラップ落とした。さあそして片指でしっかりと固めています。サムソン冬木返しました。さあ勝負の行方は混沌としてまいりました。豊橋大会シックスメンタッグマッチ、さあサムソン冬木を捉えてファイルドライバーでここでいい体勢でタイガーに渡すか、歌舞伎に渡すか、鶴田しっかりと抑え込んでいます。さあサムソン冬木を跳ね返しました。フットルースでやります、フットルースでやります。もう一回、もう一回持ち上げて、持ち上げて、3度目は受けません。うまくリバースして返します。ここで川田が猛然と襲いかかってくる。さあおっとすごいニールキック、回転式のニールキック、胸で受けましたジャンボ鶴田。さあ今返します。そして今度は2位を当ててここでタイガーマスクに渡すんです。さあ大きな山がここで訪れそうだ。タイガーマスクと川田の対決、大きなロープに振る。おっと反対に川田がありがとう、ああいうラリアットが川田選手、馬場さん打てるようになりましたね。そうですね、助走をつけないでその場から打っていくんですね。両者ともにね、サーブが同じぐらいでしょ、はい、ですからね、当たると本当に効いちゃうんですよね。効いちゃいますね。あ、ここで、あ、そうですね、効いた証拠です。タイガーマスクからグレート歌舞伎に下がりました。左のアクタープロ、サムソン冬木を翻弄するから、あ、スモーラリアット、カバーの体勢、天竜出てきた、熱くなった、また天竜出てきた、すごいストッピング、ストッピング、ストッピング、レフリーが止めに入っておりますが絶対に止めないんです。投資が先に出ています。また起こった、歌舞伎と天竜、歌舞伎と天竜、1対1の対決がひょっとしたら起こるかもしれません。さあジャンボ鶴田、サムソン冬木を倒した。そして右手を上げてオーコール、オーコール、もう一回ロングキック、よく打ちます、よく打ちます。さあ得意の岩石落としだが、これを防ぎました天竜、これを防ぎました。ここでタイガーマスクに、さあ起こったのが鶴田、鶴田が天竜に飛びかかった。リングの中、タイガーマスクに、タイガーマスクのキック、そしてタイガードライバーか、タイガードライバー、タイガードライバー、そのまま決まりそうだ、タイガードライバーカウントスリー、入りました、入りました、タイガードライバー。さあタイガーマスク、大きな試練、天竜同盟から一勝をもぎ取りました。さあ場外、鶴田と天竜がやり合っております。馬場さん、この勝負ちょっと締めてください。タイガーマスクが見事1本取りましたよ。取りましたね、取りましたね。あのね、冬木と川田がね、はい、ちょっと調子が悪かったんじゃないかと思うんですがね、ははでもタイガーもまだあの肩の心配をしてましたけども、そんなに心配することもなさそうなんですよね。はい、そうですね、いよいよ小馬さん、来週の放送では鶴田タイガーマスク組対天竜冬木のタッグマッチが、決定してますよね。そうですね、この辺りでもタイガーマスクの復活を十分にご覧いただけるかと思います。今夜はジャイアントパパさんの解説でお届けいたしましたが、最後のシックスメンタッグマッチ、本当にスリルに富んだ勝負でございましたけれども、タイガーマスク見事な復活ぶりで、最後はタイガードライバーで天竜同盟を、から1本取りました。タイガーマスク完全復活でございます。今夜はこの辺で豊橋のリングサイドからお別れしたいと思います。パパさん、長い間ありがとうございました。ジャイアントパパ選手の解説でお送りをいたしました。